はい、皆さんハローハロー、ベコです。お久しぶりです。はい、今日はね、久しぶりにね、晴れたんでエブリィのね、カスタムをしていきたいと思います。ね、どんなカスタムをするかっていうと、エブリィのね、天井に登りたいなと思いまして、はい、ちょっとね、企画的に意味わかんないですけど、エブリィのね、天井に登れたら面白そうだなと思いまして、あるものをご用意しました。で、今回はそのあるものを装着していきたいと思います。それじゃあ、行ってみよう。はい、ということでね、今回はエブリィのね、天井に登るために、実はね、リアダダを用意しました。はい、で、ね、今回ね、エブリィのハッチバックリアゲートのところにラダはしごをね、つけていこうかなと思います。じゃあ早速ね、そのね、ラダ紹介していきたいと思います。はい、ということでね、今回用意したラダーがこちらですね。サフレックさんっていうところから出してるリアラダーです。で、こいつね、実は1ヶ月前ぐらいからネタをね、温存してたんですけど、なかなかね、撮影の日が晴れなくて、うん、で、ずっとね、実はエブリィの荷室に隠してたんですけど、ついにね、今日このラダーを取り付けることができそうです。もうね、形が結構出来上がってますよね。うん、実はもうね、取り付けたくて取り付けたくてしょうがなくて、で、ね、エブリィの荷室でこそこそ組み立ててたんですよ。本当はね、組み立ての様子とかも動画撮れたらなとは思ったんですけど、もうね、我慢できなかったです。でね、実はね、この色、黒の色になってるんですけど、この色実はタフレックさんで用意されている色じゃないんですよ。シルバーが市販で売ってるんですけど、それをね、黒に今回塗装しました。トヨタのブラックっていう色みたいですね。うん、なんでね、トヨタのブラックにしたかっていうと、単純にね、塗料がかなり安かったからです。はい、で、もう色もつけたし、組み立ててるから、あとはね、もうエブリィに装着するだけです。いや、しかし今日セミ頑張ってるな。まあ、夏だからしょうがないですよね。じゃあ取り付ける前にね、一回清掃していきたいと思います。濡れたウエスト、あと紙ペーパー、よっと、このね、汚れた場所をね、こんな感じで拭き拭きしてあげて、で、あと紙ペーパーでね、拭き取ってあげる。うん、本当はね、洗車してからやりたかったんですけどね、なかなかね、ちょっとタイミングが合わなくてね、紙ペーパーだとちょっと傷つきそうなんで、皆さん真似しないでくださいね。よいしょ。で、あとは下側、よっと、よし。ドドンとこんな感じでセンターを出しました。はい、それではね、次はこのシート、保護シートを貼っていきたいと思います。ドドンと、はい、こんな感じでね、保護シールを貼っていきました。ちょっとね、気泡入っちゃったな。これね、多分ね、保護シートを貼るのが一番難しいかもしれないですね。それじゃあね、早速ダダ仮止めしていきたいと思います。よいしょっと、よし、よし、いけるか。あー、傷つきそうで怖い。よいしょ、このフックをかませて、こっちもかませてあげて、こんな感じ。あー、やばいやばい、はしごの上に乗っかっちゃったラダが。よいしょ、よい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 よ、重いぞ。はい、それじゃあね、仮当ても終わったので、あとね、微調整しながら本締めしていきたいと思います。それじゃあね、早速ね、登ってみようかな。うん、先にね、ちょっとここね、増し締めしてあげて、増し締めしてあげて、で、反対、ここも増し締めしてあげて、増し締めしてあげて、本当はね、多分ね、人がね、乗るような設計になってないから、そんなにね、積載量
保ってないと思うんですよね。多分人が登ると危険なんで、皆さんはね絶対に真似しないでください。それじゃあね、早速エブリの上に乗っかってみたいと思います。楽しみだな。じゃあエブリさん失礼いたします。よし、ワク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 、怖いな。ちょっとでも大丈夫かな今日の。よいしょっと、よいしょ。うわー、怖い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 。あ、でも意外としっかりしてるな。大丈夫そうだな全然、うん、よいしょっと、よいしょっと。上がねちょっと怖いよね、ミシミシ。そう、大丈夫かな。よっこら、よいしょ。あ、意外と登れた。いやでも怖い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 。でもちょっと楽しい。うわーすごい、こんな感じで今天井に登ってます。エブリーの天井こんな感じ、めちゃくちゃ気持ちいい。でもちょっと怖い怖い怖い、ちょっと油かいてみようか。やった、あーすごい気持ちいい。初めてエブリーの天井に乗った。軽自動車の屋根に乗るってこんな感じなんですね、うん、意外とねツーリーのキャリアしっかりしてますね。ここのね隙間がねかなり狭いから、たわんで大丈夫かなと思ったんですけど、全然ね余裕ありますね、隙間に。こんな感じ、たわんで屋根にぶつかるかなと思ったらそうでもないですね、うん、うわ怖っ。あ、ちょっとガクンってなるのがちょっと怖い。こんな感じ、うわすごい高い。だいたい2メートルぐらいの高さなのかな、2メートル弱かな。キャリア含めると2メートルちょっとあるのかな、うん、こんなに高い場所に登ったの久しぶり。意外と屋根が汚い。ちょっとね事故になりそうだからそろそろ降りたいと思います。ちょっと本音言うと怖いです、はい、じゃあ降ります。よっと、あーでも意外としっかりしててよかった。これだったらね全然大人一人は登れそうかな、うん、でも絶対真似しないでくださいね。細かいところ見ていきます。こんな感じです、うん、結構いい感じにつきましたね。で下は ここでこんな感じでフックで固定してあって、でネジでこのフックが上に行って固定される感じです。でその上からこうカバーをね挟む。でやっぱりねこのね保護シートを貼るのがもうめちゃくちゃ難しかった。できるだけねこの最大積載量っていうね、まあ、エブリのチャームポイントですよね、はい、ここに被らないようになるべく寄せてね、うん、これがねちょっと見えなくなっちゃうとね、うん、貨物車だって分かんなくなっちゃうからね、なるべく超ギリギリのところを攻めました、はい、でねなんかねどことなくねこれね、うん、開け閉めしやすくなったかな、うん、ここ持てるからねこうガンって感じでね。でエブリー結構ねリアゲートがハンドアになりやすかったりもするんですよね、まあ、リアゲートだけじゃなくてスライドドアとかもそうなんですけど、多少ね重さが出たのでリアゲートのねハンドア問題若干解消されたかなって感じがします。はい、なんだ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 、こいつはこいつはなんだこいつはなんだこいつはなんだ、ピントが合わない、こいつは何なんでこいつは浮いてるんだ、あ、登ってんのか、うわピントが合わないこいつ何すごい、こんなだってここから見えるかな、ここから上まで登ろうとしてますからねかわいいな、なんかちょっとずつちょっとずつ糸をねたどってね上に登ってます